加ゾ市は埼玉県の北東部に位置する市。旧武蔵国埼玉郡。東京都市圏でありながら、市内の工業団地などの産業、雇用で周辺の羽生市などからの労働人口流入もあり、加ゾ都市圏を形成している。埼玉県内でも有数の米どころで、中でも北川辺地域は県内一の米どころである。また小麦も県内トップクラスの作付け面積で、 カゾウドンが有名。カゾの手打ちうどんとも呼ばれる。隣の区岸と共に、県と根地域の中心的な都市の一つでもある。2010年3月に、旧カゾ市、北埼玉郡北町、大利根町、北川部町が新設合併して誕生した。県内の市町村で唯一、北関東の群馬、茨城、栃木の3県にすべて隣接する自治体である。 恋のぼりの生産数が日本一であり、カ族うどんの町でもある。武州林の流れを組む武州カ族林がある。また、埼玉県において、米の生産、作付け面積が第一位である。読み方は主に尻上がりのアクセントだが、駅のアナウンスなどでは、熊谷市や羽生市、久喜市と同様、尻下がりのアクセントで読まれることがある。家族市中心部、市街地の東に、 東北自動車道加造インターチェンジ。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。埼玉県の北東部に位置する。加造、大利根地域と北川辺地域の間に利根川が流れ、市の北東部に渡らせ川と渡らせ遊水地がある。地形としてはむね低地に属し平坦であるが、 地域の海抜は15メートル以上あり、一部は大地状になっている部分もあるの自然堤防上に発達したカゾ市街地は浸水を免れた。市の中心部を東西に東部伊勢崎線を及び国道125号、カ速波入バイパスが横断している。南北に東北自動車道が貫いており、カゾインターチェンジがある。南西部の記載地域を国道122号、 同期最小部バイパスが通る。さらに北東部の北川辺地域を東部日光線が通り、同地域内に駅が2つある。また、東西方向に国道354号が走り、茨城県小賀市と群馬県大浦郡板倉町をつなぐ。渡瀬有水地付近は県境が非常に入り組んでおり、次々と県が変わる。堤防に沿って埼玉県道9号佐野小賀線が通っている。 埼玉県から直接栃木県へ入ることのできる道路は、この県道と堤防下を走る市道だけでアクセスはあまり便利ではない。また、埼玉県と栃木県を結ぶ主要幹線はいずれも茨城県古賀市の一部を経由して栃木県に入る。古くは火像と読み、神殿として国高を火蔵されたことにちなむ地名が、元禄時代に 数え改められた説がある。その他、利根川本流の川須が転じたという説や、光明寺の回帰を行った人物である数内蔵、進む長校の姓数ゾにちなんだとする説がある。下記の情報より、新数ゾ市と旧数ゾ市の情報が交錯しているため、合併前の旧山頂の情報については、北井町、北川部町、大戸根町を参照されたい。 旧加須市は、新市名を、加須市として隣接する北埼玉郡北市町との合併を目指していた。しかし、2004年8月22日の住民投票の結果、旧加須市が反対多数で合併は撤回となった。北葛飾郡栗橋町、北埼玉郡北川部町、北埼玉郡大利根町は、東埼玉市の新設を予定していたが、 2004年9月26日に行われた大舟町の合併の是非を問う投票で反対票が賛成票を上回り合併協議会は解散した。2008年9月3日に旧加増市の当時の市長である大橋良一が北埼玉郡北町、北埼玉郡大舟町、北埼玉郡北川部町に対して一市三町の合併を提案したことが明らかになった。 三町は前向きな姿勢を示し、一市三町べての議会で合併推進決議が採択され、同年11月17日に法定協議会が設置されることになった。また隣接し、同じ地域に属している、ハブ氏が、氏名、市役所の場所にはこだらず編入合併でも構わない姿勢で参加の意向を示した。ハブ氏の協議会への参加は見送られたが、 ハブ氏を含む2市3町のご主張による会談の場は設けられることになった。1市3町による合併は2010年3月23日に行われ、同日をもって新市政による加市となった。メモリアルトネ加速市では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。住居表示実施前の町名討論で下線がある。 町名は、その全部、それ以外は、その一部であり、町名の末尾に数字がある場合には、町名を表す。加速地域、記載地域、北川部地域、大利根地域、大学高等学校他に、2008年4月、埼玉県立不動家清和高等学校と、埼玉県立記載高等学校が統合し、開校した埼玉県立、清和福祉高等学校が、 ハブ市との市境上にある。学校所在地はハブ市特別支援学校中学校、小学校市外局番は、旧北川部町域を除く区域が0480。旧北川部町域のみ0280。郵便番号は、旧加須市域が347から 00XX。旧北西町域が347から 01XX。 旧北川部町域が349から 12XX、旧大戸根町域が349から 11XX である。手書き恋ぼりの制作現場ビバモール、カゾメガドンキホーテーオークテ店工業団地かつては、北川部出張所が存在したが、2017年8月末をもって小菓子店へ統合、廃止された。これ以外にも、 久喜市の JR 東日本宇都宮線栗橋駅を最寄り駅とする地域がある。線路も市の東側をかすめているが、市域内に駅はない。タクシーの営業区域は、県北交通圏で熊谷市、深谷市、本庄市、行田市、羽生市などと同じである。総願寺、ありがとうございます。